てます。りんたろーさん、こんにちは。まりさん、おかえりなさい。スイミーです。はい、スイミーちゃん。今日のテーマ、味を占めた。最近フリマアプリにハマってます。最初は売れるのかすごい心配だったけど、すんなり売れて、捨てる予定のものが合わせて5000円くらいになり、味を占めてしまいました。このまま出産までに断捨離してお家をきれいにしてしまおうかな。次はベビーグッズが増えるので、そのためのお金とお家のスペース作っていきます。そっか、ダブルでいいね。お金ももらえてスペースもできて。まあでもそれやろう。これネットでさ、どうで多分簡単なんだよね。売って自分で発送までするんだよね、うん、当然ね。発送までしないといけない。そっか、それがなんか面倒くさいかなと思っちゃったりするけど、意外とやっちゃったりできるんだろうね、うん。売れたら嬉しいんじゃない。売れたら嬉しいよね。売れるのあるのかな。何でも売れるって今。トイレの芯とかですら売れるんだって。じゃあへって思うでしょ。トイレットペーパーの芯よ。結局子供たちが工作で使うから、それ集めるのは大変だから、もう捨てるものはないぐらい売れるって。必ず何かを必要としてるのやるんだって。面白いね、うん、発想転換だ。そうそう。じゃあ売れるか。うん、そこが抜けた靴とかも売れる？売れる。受ける。受けるよね、一応。こんなの出してる人がいる。めっちゃ受けるって受けるけど、確かに。そこが抜けた靴もじゃあ受けるで。受ける。もう一応、でも、あんまりにも受けるから、一応買ってみようかみたいな。そうそうそう。こっちとね。いるかもしれない。うん、そう。いいんじゃない？いいかもね。うん。叩いてる人がいる、スタジオに。やる、やるよ。マリはやる。はい、やらないよ。ヨガと一緒です。